ロシアの資源の利権を取り戻したい国際資本がプーチンに戦争をさせて、たくさんの人がね犠牲になって、我々の生活だって物価が上がって大変な思いをしている。グローバリストとこれから国民国家を大切にする人たちの対立なんですよ。これがついに世界で始まろうとしてるんです。すでに他の国では始まってるんです。日本では賛成党だけが戦ってます。